どうも、ひかりです。今はちょっと4つぐらいの動画を作ってみて、2つ英語で、で2つ日本語で。なぜか、日本語で作ると声が結構小さくて、また英語で作るときはちょっとでかい方なんですけれども、まあうるさいほどではないけど、一応ちょっとでかいかな。で、そう、日本語で作って声が小さいと、こうマイクはですね、ノートパソコンのマイクを使ってるので、結構そのパソコンの、ね、音も取られるんですよ。録画するときはもちろんその音があんま聞こえないし、あんま意識してないけど、すごいこう「ふーふー」っていう音が出るのよ。で、ちょっと iMovie、Mac 使ってるので iMovie で編集してるんですけれども、やっぱその音源の編集は、まあ、そんなにまだね、いじってないけど、こう、うまく編集できないな、そのパソコンの音を削除する。なんで日本語で話すと声が低い方とか思ってたら、やっぱり日本語だからね。言語っていうのは別にその単語とか言葉、文法、そういうことだけではなく、文化が入ってるよ。主に文化だと思いますよ、言語は。80、90%くらい。だからな、日本人は、あんまりうるさくないな。もう、欧米の外国人と比べたら、もちろん私、大阪に住んでますけどね。まあ、大阪人、うるさいよね。でも、やっぱり、日本語で喋ると、こう、日本の文化が入ってるみたいな感じで、やっぱり声をでかくしてしまうと失礼やなと思います。実は一回ね、祇園祭って行って、ほんで他の外国人と、で男性2人がね、結構若い、まあ、ヨーロッパの方なんですけれども、話してて、電車の中で。で、すっごい声がでかくてさ、やめてーとか思って。もうちょっと静かにして。例えば、うちのお母ちゃんがね、すっごい声がでかくなるね。すっごいでかいね。で、いつもこう、して、ちょっと、静かにして。常に言います、お母ちゃんに。自分もやっぱこう英語とかフィンランド語で話すときは、特にすっごいこう熱心になるとき、もう興奮するときはすっごいでかくなるね、無意識で。でも日本語で話すとなかなかないよ、なぜか。頭にあるよ、頭にはあるけど。怒ってるときは多分一番、でかくなるのかな。日本語がっていうか、私の日本語で話すときの話し方。言いたいのは、それくらいかな。だから、まあ動画作るときは、ちょっと頑張って、もうちょっと、わかりやすくて、でかい声。ちょうどいい声で、動画作ってみるけど、多分最初の方が、難しいんかな。まだね、頑張って動画作っていきたいと思います。よろしくお願いします。